はい、それでは続きをやりたいと思います。ですね、前回はこの謎の何ですかね、まあストーンサークルとでも呼んどきますか。このストーンサークルのとこでまあ終わりましたね。でですね、まああれからちょっとまあ適当になんかいろいろやったんですが、まあ今これ今5つ引っ込んでる状態です。で、この状態でですね、なんかもう一個、こう適当に引っ込めようとすると、わかりますかね？こう、全部、一回リセットされて、ほら、元に戻ってんですよ。これ、つまりですね、同時に、5つまでしか引っ込めることができないんですね。なので、最初に、僕が言ってた推理が案外合ってんのかもしれないなって、最初の推理っていうのは、この島に、いくつかちょこちょこある、微分数字書かれた目玉のオブジェクト、あれの順番に押していくっていうのが、案外合ってんのかもしれないっていうのがありまして、なのでちょっと今回は、それ、今ね、三つか四つぐらいしか見つけてないんですよ。一個は、ディスクさんのゲームのオフィスにあって、で、この島で三つぐらい見つけてたかな？なので、多分、全部で四つまでしか見つけてないんじゃないかなって思うんで、まあ、予想が正しければ、あと一個あるはずなんですよ。合ってればね。僕の推理が正しければ、あの目玉のオブジェクトが5つあって、で、その、数字の順番に押していく。ただその、あの目玉とどういう関わりがあるかっていうのが若干不透明ですね。ストーンサークルには、多分このリブンに存在する生き物の絵が描かれてますよね。なので、あの目玉があるところに、例えば恐竜なんかもそうですよね。目玉のある場所の近くにいる生き物が関わってんのかな。おお、そういうことか。これで戻れるんですね。これ、上がれるよな。ああ、よかった。こう上がれなかったらつむつむ。元来た、なんていうのあれ。空中ブランコみたいな？あれがね、使えなかったんですよ。なぜか。なので、潜水艇がもう使えないんですよ。悲しいことに。潜水艇使っていくとこにあったとしたら、やばいな。あった、これだ。これだ。あ、4だ、4。これが4か。なんか刺さってる、これ。これ反逆者のナイフじゃないの、これ。なんかこの辺に、生き物とかいるか？なんかいるか？あ、虫？いやでもちっちゃいからわかんない。
ちっちゃすぎて、あのストーンサークルでなんか虫っぽいのが、三つか四つあったんで、ちょっとわかんない。ここが4でしょ?で、今まで見つけてたやつが、何番だったかな?ちょっと確認しに行くか。いや、向きが違う。ここにも、あるんだよな、目玉が。これ、あれです。ゴンドラ乗り場です。これが、これ3だ。なんかいる、この辺。なんか生き物とかいるか、ここ。なんか生命を感じることができないんだけど。ゴンドラか?こんな形の、あったか?こんな形のやつ。いや、だって生き物だと思うんだよ。あそこに書いてあるのって、全部。急にそんな生き物じゃないのが来るとも思えないしな。あ、それにだ。ゲームのオフィスに置いてあるやつ。あれ確かなんかね、あそこにもともとあるもんじゃないんですよ。まあ、そりゃそうなんだけど、どっかから拾ってきてるから、もともとどこにあったかがわかんないんだよ。あの目玉に関しては。じゃあ、なんだろう。目玉の近くに、ある、てか、いる生き物っていう考え自体がもう破綻してる気がするな。ん?でも、またいるな。でも、やっぱ、ほら、こいつらさ、ほら、毎回ここにいるんですよ。ほら、常にここにいるでしょ?これが、まあ、なんか、制作者の趣味とか言われたら、まあ、それまでなんですけど、ほら、毎回通るたびにこいつらがいるから、なんか関係あると思うんですけど、関係ないのかなぁ。てか、なんで逃げないの、こいつら。逃げないんだ。これ、このまま行けんの?お、行けた。こんな近くに、来たの初めて。これさっきの音じゃないの?さっきのってのは、4番の目玉回した時の音。ちょっと待って、そういうこと?その、なんだ、何が起こった?あいつらが逃げたのか。
もうどうでもいいわ。つまり、その、目玉の近くにいる生き物じゃなくって、目玉を回した時に聞こえてくる音？これは？これ5番だ。あ、え、これも聞いたことある。ディスク4、ディスク4で、カメラをいじってた時に、この音を聞いた記憶がある。音？で、4番目があの恐竜の声じゃん、完全に。で、こっちは？ちょっともう一回聞きに行こう。3番はなんだ？何の音だ？これは知らんぞ。これ聞いたことないぞ。わからん。誰の声だろう、これ。ちょっと待って、もう一個あるんですよ、ここに。この島に。潜水艇乗る手前に、目玉があったんで、それもちょっと確認しに行きます。またいんのかよ。そういうことか。そうか。こいつらが、こうやって、毎回いるのは、こう、そっと近づいて鳴き声を聞かせるためか。なるほど。君が鳴くまで俺は近づくのをやめないっていう、そういう話だったんですね。来たよ、恒例の。ミストシリーズ恒例の音を使った謎解き来たんじゃないのこれ。ここの、この先に目玉があって、これ。これよ。よいしょ。これあれだ、虫だ、虫の羽音、あそこだ。なんて言ったらいいんだろう。集落じゃないよな。4番の目玉があった近くで、こいつが飛んでたの音が聞こえてきた。ただ、ちっちゃすぎて、どれかわかんないんだけど、なんか虫っぽいの、さっきも言ったな、虫っぽいのがなんか3、4個あるんですよ、あのストーンサークル。なんかあるな、これ。これ何？水が溢れ出てきたけど。もうひねれないのか。あ、なんかこんな形のがあった気がする。ストーンサークルの中にこんな形のやつがあった気がする。いや、わからんけど。ちょっと、覚えとこう。覚えとこうっていうか、これは、スクリーンショット撮っとこう。はい。スクリーンショット撮ったので。どうしよう。ゲインのオフィスにも一個あったんだよな。前の動画確認して、
済まそうと思ってたんですけど、ちょっと実際に行くか。っていうのも、5番の目玉は、リスク4で聞いた記憶があるんで、多分この島とは限らないんじゃないかなっていう気がするんですよ。なので、調べがてらちょっと確認しに行きましょう。多分、この島に2345ってあったんで、ゲーエンのオフィスにあるのは多分1だと思うんですね。はい、着きましたね。確かここに目玉があった気がする。おー、違う。こっちの、ここかな？違うな。ここだ。ここに置いてあった木が。これだ。これ。これですね。これが多分、ほら、1ですね。聞いたことない音だ。全く聞いたことないな、これ。1番と3番の音聞いたことねえ。聞いたことない。ちょっと待って。音探さなきゃいかんやん。音探すとか。マザー2以来なんですけど。なんか、生き物だと思うからこんなんじゃないと思うんだよな。こんな音じゃなかったもんな。うん。多分ね、生き物の声なんじゃないかな。それで行くとこのディスクさんは望み薄なんだけどな。生き物の影が全然ない。確かここで聞いた記憶があるんだ。5番目の目玉の音は。どっちだったか。確かね、この右の方だったと思うんですよね。右をいじってた時に、ちょいちょい聞こえてきた。これのね、これの、確か一番最初にいじったやつ、これじゃなかったっけ？これを押すと、魚が来るじゃないですか。魚の鳴き声だったかな？こんな音だったかな？こんな音だったような気もする。もっかい聞けないかな？
多分これだと思うんだよね。うん。多分この音だったと思うんです。だから5番目は魚を押せってことだと思うんだよ。すっげー見てくる。おお！ビビったー。そんなアグレッシブに来られると思わなかった。なんか怒らせることした？何度も呼ぶなってことか。ちょっと休ませろってことなのかな。めっちゃビビった今。でもやっぱこの声だよね。だから2番、4番、5番はわかる。わかるんだけど、1番と3番が見当つかんぞ。